はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さてさて、とりあえずこちら灯台の方ですね。ちょっとこれ進めたらイベントかな。さあ、壊れた桟橋を撤去する。次はなんじゃ。ああ、とうとう2ついるのか、ネジが。あ、そうだ、指輪まで作ってやって、この先をね、まだ自分は見たことがないんですけども、ちょっとみんなと一緒に見ようかと。レベル5ですね、次。お、本物の、違う、安物のサファイアのイヤリング、レベル5。これ、私のイヤリングじゃない？なるほど。そしてその上、ルビーのペンダントレベル6。愛しのルビーへ、素敵。うん。で、真珠のネックレスレベル7。鑑定家もうなる一品をカササギが運んでくるなんて。まあでもどこかには持ち主がいるのでは。まだ生きてたらの話ですが、ちょっとその他のものやる前にちょっとこれを作り、やっとっとっと、収める。ちょっと待ってよ。毛糸玉を片付ける。毛糸玉なんかあった？ここに。今度は空袋が2つ。空袋永遠といるね。一回これは売るかな。あ、今日のデイリーこれなんだ。ちょっと待ってよ。確認してなかったな。よいしょ。買ったっけ？今日は買ってある。デイリーは、日替わりは、交換できるのだけだな。洗剤はもったいなすぎるね。正直。やっぱり洗剤はレア。何を作るんだっけ？タスク。ああ、袋。ちょっとね、ちょっとこれをやってから。2袋いる。あ、もうちょいだな。2袋いるよ。よし、これを。これを空っぽにするだけで、24タップはいるんだよな。あ、作りかけのがあった。ちょっと待ってよ。これ。空っぽにするだけでかなりの、かなりの体力を持ってかれる。さっき90何歩だったのに。よかった。よし、収めますか。毛糸の山を片付ける。それ毛糸なのか？一輪車か。手押し車か。
うするかな、これだけ売るかな。じゃそろそろレベル上がってもいいと思うんだけども、あと71だって。うん、どうしようか。一輪車か、いや手押し車か。いやその前にこれ出しとこう、時間回復だからな。これ何タップ回復したんだ。ちょっと霧のいいとこでやめとこうかな。結構回復するね。ちょ一回ここでやめとくか。7、6までできたよ。どっちにしろな、どっちにしろだな12までは相当かかるな。まあ地道にね、地道にやろうこれは。じゃあイベントの方行きますか。イベントの方行きますが、そうちょっとさ、このポッドキャスト機材、これでマイクはいけるのでは。カセットテープかわいいよな、すごい好きなんだけど。いやこれで合体、あっごめんまだいけんわやっぱもう一個いるわとりあえずこれはもう壊しちゃうか。よいしょ。で今321ができてます。であと1個カセットテープができたらこれと合体できるので収めれるのではないだろうか。で、あそうだ、あとこの包丁だけど、えいだって10コインくれるって言ってる、イベントコイン。10でも結構大事だよね。これどこまでやる？そしてあのあと5日あるじゃん。もう1個ぐらいさ、イベントあのミニイベントないかな。残りの来ないかな。もう1個ぐらいミニイベント来たらちょっといいんだけど、なかなかそうはいかんかな。待ってよ、これを、まあ、今からね無限を使おうかとは思ってるのだが、無限を使おうかとは思っているのだが、これだけ収めとくかな。それに秘密だらけなのは、うん、問題は上のタスクよ、上のタスクよ。あそうだ、バースデーパーティーのケーキ、あねもう一個出ました、香水を入れるってやつが。でもね現状このケーキを作った際に28分の2ぐらいの確率で今のところは香水の瓶来てますね。ちょっと昨日まで25分の1ぐらいだったけど確率低すぎんかと思ったけど、まあ20でも28分の2でもまだ低いな。ね。約分すると12分の1
ガチャもびっくりのパーセントだな。よし、じゃあですね、どうしようかな、無限も使いに行くか。ミラーボール開けたら、どうしようかな、ミラーボール開けたら、ちょっとこのこっちのパイ箱もやって、で無限。無限ケーキ先に使っちゃっとこ、よいしょ、いきますせ。あ、でもちょっと無限使ったらこれやっとくか、出せるだけ、いきます、出せるだけ、ちょっとこれだけ出しとこ、あたたた、慌てると、あ、さすがに切れたか、よしよし、まあね、こんなもんじゃ。そしたらこっち行くよ、ミラーボールをね、ミラーボールをやっていく。正直もう何の遠慮もなくこれ作ってっていいのかな、ウォータースライダーを。他特にないよね、その、あ、都合よくできるなこれ。そうだな、でもいつかできるもんな、おばあちゃんの方だしね、これ。まあできたら収めちゃうか。ちょっと待ってよ、こうしよう。遠慮なく作っていいとは思うが、なんか途中でなんかこの辺を収めるやつがあった気がする。ちょっとね、下のタスクも回せたら回していくかなぐらいかな。積極的にはやらないけどね、いけたらやるみたいな、それくらいでいいんじゃないかな。本来上のタスクを多分やるべきなんだよ。ちょっとしんどいからちょっとなかなか進まんだけでだと思うんだけどね。じゃあミラーボール行ったのでこれかな。よいしょよいしょ。そうね、もう2箱ぐらい作っときたい。スキップの。よいしょよいしょ。あー、でも静かになるよね無限を使ってるとやっぱ静かになるよね、そんなもんだよね。もう一箱ぐらいすっと、こんなもんにしといて、一回ここで止めとくか。で、ケーキ。よいしょ。ケーキを出していくよ。これ無限ないと絶対きつい。でもゴリゴリに減るもんね、体力が。よいしょ。ちょ、こっちに置こうか。よし。よしでもないけど。ケーキ作っといて、まあ、どっかのタイミングで無限で、一気に、こ
これしかないよね。いちいち多分普通にタップしてたらケーキだけでも相当な、あちょ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 い、相当な体力を使う羽目に。確かこれ30タップぐらいできるもんね。こうこうこうと、とりあえずね、全部開けてくよ。あと14分、ちょっと待ってよ、まだだった。よいしょ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 、で、やっとできたかかるよねやっぱ。でもどっちにしろ2時間待ちということで、あ、2時間だっけ、そうだね2時間はなかなかだよね。どうしようかな、時短使うのもありかな。いや、まあ明日に回してもいいか。でも、いやでもここ無駄に時短余ってるしな。ちょ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 、よいしょ、でも何個ぐらい開けれるだろう、このあれ、ふん、あ、そろそろレベルアップだけど、ちょっと待っとって、それどころじゃない、今ちょっとそのあのおめでとうっていうあのシーンすらもちょっと惜しい。よいしょよいしょよいしょ。だんだん目がバグってくる。どのケーキがどのケーキか、もうレベルいくつのケーキかもわからんくなってくる。うん、あー、なくなってしまった、なくなった。ケーキって作れたっけ、1個使っちゃうかこれ。あ、でも包丁がないやだはは包丁がないからもう待ちかな。とりあえず、あ、合体してしまった、今動かすだけだったのに、まあしゃあない。まあそうだな、とりあえずレベルアップしとくか。いろいろもらったよということで、レベル45になりました。じゃああとはこれでもレベル8にしたら、これも待ちだしな待機、これももうちょっとでレベル上がるけど、とはいえこの次には多分届かんのだよな。
回収しとこう、この辺回収どうしよう。20分だけ使った、あんだけ開けるのに。まあこれだな、もう今からやることは。ちょっと待って、これどこに置いとこう。こうかな。3、4、5、6、7、8、9。あ、これもね、作っとかんといかんというかやつだし。うん。2、3、4と。1、2、3、4と。うん、じゃあこっちか。あったい。2、3、4、5、6、7、8、9。よし。じゃあまあ急がなくていいや。明日ポッドキャスト機材は開けまして、可能なら次のレベル作りたいけどね。あの、これの。でも7、6まではないのか。いや、でも頑張ればもう、1個、いけるかも。いや、でも、ポッドキャスト機材を作るのにね、やっぱ苦労するからね。もしかしたらピザ箱もう一個、ピザにパイ箱もう一個いけそうだから合体だな。機材待ちだしな。いやでも先見たいしな。2時間スキップしちゃう。あ、でもちょっと使ってからでしょこれ。待ってよ。3、4と。3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4と。あ、間違えた。手が触ってしまった。1、2、3、4、5、6、7、8、9と。あ、でもやっぱ20分あると相当ゆとりができるね。いや、まあ自分がちょっと用意したケーキの量が少々少なかったかもしれんが。1、2、3、4と。へいへいと。こうか。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9。よし、スキップ。で、1、2、3、4と。あれ ?4 回タップしたかな今。もういいや、次。1、2、3、4と。合体。2、3、4、5、6、7、8、9。で、合体かな。よいしょ。よいしょ、収めれるものがあったら収める。帽子か。
まあ、無限あるし帽子作っちゃうかな。帽子で、帽子となんだっけ、ケーキか。まあどうせ出るだろうし大丈夫か。やる気が出てきたわ。よし、合成したケーキ。ちょっと出にくいんだよねケーキね。うん、いやでも無限ちょいちょいもらえるから。であとね、どっちの盤面でも使えるっていうのがねめちゃくちゃ助かるね。やっぱあっちゃ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 、イベント用にちょっと取っとく、無限はちょっと取っといちゃうっていうのが割といい使い方かなとは思うけど。これ包丁出しちゃうか迷うな。作るか。よいしょよいしょ。包丁にしてしまうか。包丁包丁言っとるけどケーキナイフね。ケーキナイフに変えて。1,2,3,4と。1,2,3,4合体。どこまで取っとくのか悩む。1,2,3,4と。1,2,3,4と。あったい。意外とユリウスさんの方も結構進んでいるのでは。1,2,3,4,5,6,6。あ、待ってくれ。7,8,9。あんまり時間なくなってきた。ちょっと余裕こきすぎたか。ここから出しちゃうか。で、で合体、でヘルメットと収める。さてどこから始めよう。はい、包丁ね。
52秒。31秒。あーっと待って、待って。あ、壊れた。もうダメだ、数を数えなくなってきた。とりあえずこれぐらいにしといて、こうだ。さあ、無限の時間は終わってしまった。どうしようかな。せっかくなら2時間使っちゃうかな。ちょっとだけ出しといて、2時間なんかもったいない気もするけど、もう扱うで、ポッドキャストから1タップだけした。タイプライターレベル4、それとも活字で残した方がいい。でこれで合体で旧式コンデンサーマイクレベル5、声がはっきり聞こえるスタジオ用マイク、やっとできた。これ行きたいとこだけど収めます。でもったいないのでこれらは包丁に。でちょっとだけ出して、全然ちょっとだけでもないけど出して、合体させ、で収めるよ。いや、300だからね、結構大きいよ。レッドカーペットもいいアクセントになってる。はい、300。あー、届かんか、まだ。でも待って、香水いけるんちゃう？包丁あるし。ちょっと待って、包丁今ね、包丁じゃない、ケーキナイフ3本あるので、どうしようか。こっから出すか。あ、これ使いかけだったか。使っちゃえー。たまに出るんだね、こういうのが。で、まだ全然いっぱいあるから。お、いいぞ。いいものが出る。で、体力とかも出るんだね。なんか今まであんまり香水以外出てなかったから、あと数時間で100くれる。あー、とうとう来たか。あ、でも1個手前なんだ。じゃあ今後多分6と7を見ることないかもしんない。もうちょっとそれいけずに終わりそうだな。タイプライターか。下のタスク行く？今回復したところなんだよ。したところなんだよ。2、3、4、5、6。7、8。これ何回だったっけ。90、11。なんか16とかで
1段階下がるんだっけ、そんな気がした。3456、じゃあ9、あ9ね、9、1234と。で、でちょっと待ってよ、もう一個、1234と合体、1234567891、で合体、ミラーボールだいぶできたし、また後で解放していくかな。2345678910111212、多分この辺でやめといた方がいいかな。合体、これで収めるか。おばあちゃんは何が好きかしら。10イベントコインくれるし、端数でできるものはね作っていこう。よし、まず思い浮かぶのは風船。待って、これってレベル4だよね。4か。これをあと3つ出すじゃん。3つ出すじゃん。厳しいな。レベル4だよね。次作っても、1個足りないのか。レベル3ができるだけだよね。4つ。レベル3ができる。1足りないんだ。もう1個いる。うわぁ。次はちょっと厳しいかもね。ポッドキャスト機材レベル8がもう2ついるって考えると、厳しいな。まあ、とりあえず回収しておくか。これ。と。まあ、宝箱結構もらえたんで、いいかな。35までいけるかいけないかだな、あとは。あと5日あるけどね、多分、ポッドキャスト機材、あと2つは、相当きついよ。1個でも結構厳しいなって思ってるのに。そっか。この時点でレベル3ができてないとね、あと1個作っても足りないんだ。なんてことだあーどうするかな。これ下のタスクだけでも進めていくかな。あと40あればね、あと40あれば次のなんか風船もらえるっぽい、風船もらえるっぽい。おばあちゃんが笑顔になるように、ちょっと風船を浮かべたら、なるほど、完成形をね。あちゃい。で次の飾り付けを準備しよう。これであと30いけたら、いけたらいいなってところかな。この辺はもうある程度裏でもやっておくか。
出た。レッドカーペットは必須。確か屋根裏部屋にあったはず。ちょっと待ってよ。いいことを思いついた。包丁、包丁もないまた作っておくか。だけど体力もなくなりましたんで今回はここまでかな。ちょっと無限を使ったにしてはちょっとあんまり進みがいまいちだったかもしれんが、まあまあこんなもんでしょうな。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。